ガブリエレラインシュは、東ドイツの元陸上競技選手で、円盤投げの世界記録保持者である。1988年7月9日に、女子世界記録となる76メートル80を、樹立した。この記録は、チェコスロバキアの図電化知る幅の持っていた記録をに、平方メートル4も更新するものだった。驚くべきことに、この前年までのラインシュの自己記録は67メートル18。 であり、1年で一気に9メートル60にも記録を伸ばした。男女で投的に用いる円盤の重さと直径が違うので単純には比較できないが、ライン種の記録の距離は男子世界記録の距離も上回る。このように驚異的な記録を残したライン種であったが、世界的な大会ではほとんど結果を残していない。目立ったものとしては、1987年の ユニバーシアードで2位に入ったことくらいである。世界記録保持者として臨んだソウルオリンピックでは優勝候補筆等と目されていたが67平方メートル6で7位に終わっている。20年経った現在でもライン種の世界記録は破られていない。さらに女子円盤投げの世界歴代10決はべて1980年代の記録であり、最近ではこれに迫るどころか。 70メートル台の記録さえもなかなか出ない。実際、サンドラ・ペルコビッチが2014年3月1日に70メートル51を記録したが、これは1999年6月23日に、ナタリア・サドワが70メートル0二を記録して、以来15年ぶりの70メートル台の投擲であった。なお、1988年9月6日に、ベルリンで開かれた記録会で、 マルティナ・ヘルマンが78メートル14という記録を出しているが、非公式の回であったため、これは参考記録となっている。ありがとうございます。